私は赤坂美里、28歳。今は第一子を妊娠していて、先日36週目を迎えた。日々我が子の成長を感じながら、妊婦生活も自分らしくを目標に毎日を楽しく過ごす。そんな中、天気も良く体調も優れていたので、お腹の子のためにも少し散歩をしようと思い立つ。今日の行き先は近所のスーパーまで。最小限の荷物を持ち自宅を出る。スーパーに到着し、いろいろ見て回りながら欲しい食材を買い終える。そしてその帰り道に衝撃の出来事が起きてしまう。私はその出来事が今後の人生に大きく関わってくるだなんて思いもしなかった。そのお店は店先に駐車場があり、車の後ろを通らないと自宅には向かえない。気をつけないと。この車動かないよね。その車には運転席に誰かが乗っているのは見えた。だが運転手はスマホをいじっているようで発信する気配はない。仕方ない。お腹に影響が出ないよう、ゆっくりと車の後ろを歩いて通りへ向かおうとする。だが突然ドンという音とともに、私は背後から突撃される。いっ、よろめいて前に倒れそうになったところを、なんとか足で踏ん張り転ばないようにこらえる。すると車に衝撃が伝わったのだろう。車から男性が二人降りてきた。一般人ではない風貌で、明らかに組の人間の容姿のため、私は驚いてしまう。おいおい、姉ちゃん、てめえ誰の車にぶつかってんだよ。え？え？じゃねえよ、謝れっつーの。いや、ぶつかったのは。え？聞こえねえな。人の話も聞かずに人のせいにする態度に、私は内心イライラしていた。自分の非を認めず、謝りもせずに人のせいにする奴らが一番嫌い。幼少期からの正義感や責任感が燃え上がってくる。まずは彼らの情報を手に入れよう。そのため最初は下手に出て様子を見ることにした。すみません、私の不注意です。そうだよな、てめえが俺の車の後ろを通ったのが悪いんだからよ。はい、申し訳ありません。たく、てめえのせいで車に傷ついたらどうしてくれんだよ。すみませんでした。この車はな、年代物なんだぞ。はあ、そうなんですね。私が怯えているふりをすることで、さらに調子に乗って圧をかけてくる彼ら。そんな彼らにも何とか怒りを抑えて怯えるふりを続ける。はあじゃねえぞ、てめえにこの車の修理費請求すっかんな。いや、でも。うるせえぞ、アマ。第一、痩せた方がいいぞ、デブ。え？太りすぎて体が重いからそんなちんたら歩いてんだろ。いや、これは。デブはすぐ言い訳するよな。だからブクブク太るんだっつーの。全く私の話を聞かずに罵倒し続ける彼らに苛立ちが募る。ですからこれは。ああ、そういうのマジでだるいから。言い訳とかいらねえから、さっさと修理費用を払えよ。その後も彼らには言いたい放題言われてしまう。そして数分後、私は体に異変を覚える。なんか熱っぽい。体は少し熱を帯びてきた。するとどこからかパチンという音が聞こえ、何か違和感を感じる。まさかと思いつつ、最悪のシナリオが頭をよぎる。急いで救急車に連絡しようとスマホをカバンから取り出すが。おいてめえ、何連絡しようとしてんだよ。どうせ殺呼ぶんだろ。ふざけてんじゃねえぞ。てめえ、スマホよこせ。彼らは私が警察を呼ぶと勘違いしているのだろう。私のスマホに手を伸ばし奪っていった。ちょっと返してください。
警察なんて呼びませんから、救急車を呼びたいだけです。え？救急車だ？私妊娠してるんです。嘘ついてんじゃねえぞ。嘘じゃありません。このままじゃ赤ちゃんが。スマホを返すように要求するが、それすら聞いてもらえない。うるせえ、そんなん信じられっかよ。本当です。なんなら電話をかける直前に画面見せますから。絶対札にはかけるなよ。わかりましたから、早く返してください。ちっ、ほらよ。そう言うと、しぶしぶスマホを返してくれた。そして110番ではなく119番を入力し、発信ボタンを押す前に画面を見せる。これでいいですか？ああ。そうして数コールした後、電話がつながる。お腹に手を押さえながら電話で状況説明していく。もしもし、救急車を1台お願いします。私のその言葉に驚く2人。あ？なんでだよ。その問いに答えることはなく、電話の向こうの人と会話を続けた。はい、現在妊娠36週目です。え？困惑する様子を見る限り、本当に妊婦だとは思っていなかったようだ。実は足で踏ん張ってしまって、それから先ほどから熱っぽいのとパチンという音がしたので不安になって。はいはい。発生ですか？あの、まだ36週なんですが。そんな。はいはいはい、わかりました。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。どうやら私は破水してしまったらしい。救急車をすぐに手配してくれるが、道路が混み合っているため到着が遅れてしまうとのこと。まずは安静にしてお待ちくださいと注意を受け、通話を終える。通話を終えると、未だに驚いている二人。つか、あんた妊婦って。だから言いましたよね、私。いや、でもそんなんわかるわけねえだろ。てか、あんたから車にぶつかってきたんだから、俺たち悪くねえだろ。は？俺たちはお前とお前の子供がどうなろうと知ったこっちゃねえ。第一、お前の不注意なんだから俺たちに非はねえよな。ってことで、俺たち慰謝料は1円たりとも払わねえからな。いや、ちょっと。俺たちは優しいから、車の修理費は負けてやるよ。優しいだろ、俺たち。謝罪や体調を伺うどころか、慰謝料も払わないから修理費はいらないと意味不明な発言をしてきた彼ら。それとこれとは。てかさ、あんたも妊婦ならおとなしくしてろよ。人様に迷惑かけるくせに親になるなよ。てめえみたいなのが親じゃ子供もかわいそうだな。さすがにそれは。車の修理費いらねえって言ってやってんだからよ。慰謝料ぐらいお前もいらねえよな。そんなの無理です。交渉を続けようと試みるも、睨まれてしまう。それに対し、怯えたふりを続ける。俺は、藤村組ヤクザだ。示談で済ませろ。そうだぞ。俺たち二人とも藤村組なんだよ。あんたも組の名前ぐらいは聞いたことあんだろ？はい。じゃあ、俺たちのこと敵には回したくねえだろ？彼らの後ろに組がいることをアピールされてしまう。ええ。そうだよな。お二人は、幹部の方ですか？ちげえよ。俺たちはただの組員だ。では、親子なんですか？ああ、俺は、真島夏樹だ。で、こっちが親父の。真島隆則だ。なんだ？お前急に名前なんか聞いて。あ、まさか俺たちのこと尊敬でもしたか？なるほどな。ぶつかられたのに金もいらねえって言ったもんな。はい。そうだろ、俺たち優しいだろ。そうですね。おいおい、謙遜すんなって。あははは。怯えるふりも
相手に合わせた会話も疲れるが、ここで諦めては慰謝料も踏んだくれないため、なんとか耐える。そしてようやくここからは私が反撃する番だ。そっちが組のことを出してくるならと。は？じゃあ私も組長の父と若頭の兄呼ぶね。は？え？ふざけてんのか？そんなの嘘に決まってんだろ。さあ、それは見てみたらいいんじゃない？できるもんならやってみろよ。それで来なかったら賠償金払えよ。賠償金って何に対してのお金？それ、俺たちに嘘ついた賠償金だよ。俺たちに歯向かったんだ。それくらい当然だろ。そんなこと言って本当に来たらどうするの？そしたら土下座でも何でもしてやるよ。ああ、そうだな、本当に来たらだけどな。高をくくっている彼らをよそに私は早速家族のグループにメッセージを送る。するとすぐに返事が返ってきた。何があったかさすがに文章で説明するのは難しい。悩んでいると父からの着信が。もしもし？え、今家の近所のスーパーにいるよ。そう、ちょっとトラブルに巻き込まれてて応援に来てほしいんだよね。そう、なんか一般人ではないらしいんだよね。そう、組の名前藤村組って言ってたよ。あ、そうなの？わかった。ありがとう。じゃあまた後でね。父との通話を終えるとメッセージでも兄と夫からすぐに行くから居場所を教えろと連絡が。それに家の近所のスーパーと答えると二人もすぐに来てくれることに。だがその様子を一部始終見ていた彼らは未だに私を疑っていた。どうせ演技だろ。録音と喋ってたんじゃねえ。そんなわけないでしょ。そうかもな。だっせ。やっぱり俺たちに金払えよ。組長と若頭なんて絶対呼べねえよな。待ってなさいよ、すぐ来るわ。じゃあ20分だけな。十分すぎるわ。嘘なら嘘って早く言えよ。後になればなるほど俺たちは金取るぞ。そんなことにはならないから。ああ、親父は怒ると怖えぞ。おう、俺は誰だろうと金払わねえ奴には容赦しねえ。そんな言葉ももうすぐ言えなくなるのだと思い我慢する。絶対見返してやる。今に見てろよ。私はぐっと拳を握り殴りそうになる自分を抑える。だがそんな私を見て彼らは私が怯えていると思ったのかさらなる要求をしてきた。いいこと思いついた。これで来なかったら賠償金と車の修理費倍で出してもらおうぜ。それいいな。はあ、意味がわからない。てめえ、俺たちにそんな口聞いていいのか？別にあなたたち怖くないもの。んだと？今すぐてめえをボコボコにしてもいいんだぞ。ボコボコねえ。調子乗ってんじゃねえぞ。調子に乗ってるのはどっちよ。は？立場の弱い者に圧かけて金巻き上げてヤクザとしてのプライドもないの？てめえ、黙って聞いてりゃ俺たちのこと散々バカにしやがって。顔を真っ赤にして切れ始める彼ら。そして彼らは自分たちのバッグの存在を主張し始める。俺たちの後ろには藤村組がいるって分かってんのか？てめえなんかすぐやれんだかんな。彼らは私が先ほど言ったことをちゃんと理解していないようだったので、改めて噛み砕いて分かりやすく言葉にする。あんたたちこそこんなこと言ってていいの？んだよ。私さっき言ったよね、組長の父と若頭の兄って。だからなんだよ。わからない？はぁ？さっさと言えよ。父が組長で兄が若頭ってことは、私は組長の娘で若頭の妹ってこと。それがなんだってんだよ。あんたたちは
一旦の組員かもしれないけど、私は組のツートップがバックについてんの。それでもやはり信じる気はさらさらないようで、私が言ったことをバカにしてくる。ふん、そんな嘘に決まってんだろう。見えすいたこと言ってんなよ。あんたたちに嘘なんかついても意味ないでしょ。生意気やがって。かな、草穴が。そう言って若い方の男は拳を振りかぶってきた。それはさすがにまずい。お腹をかばうために私は背中を丸めた。だがとっさにつむっていた目を恐る恐る開くと、父が男の腕を掴んでいた。誰の娘に手出してんだお前ら。え？は？また兄も父の隣に立ち、私を自身の背中に隠してくれた。お父さん、兄さん。遅くなった。すまんな。ううん、来てくれてありがとう。美里の一大事に来ないはずないだろう。でもまさか全員来てくれるとは思ってなかった。みんなお前が心配なんだよ。お腹の子のことも心配だったしな。うん、ありがとう。父と兄の言葉に温かい気持ちになる。私には味方がたくさんいると改めて実感した。そして私の隣には夫のコータが寄り添ってくれている。大丈夫か、ミサト。あ、来てくれてありがとう、コータ。体調は？多分破水してる。救急車はもう呼んだんだけど、道が混んでて遅れるって。そうか、無理するなよ。うん、ごめん。ミサトは悪くないだろ。大丈夫だ。うん、夫の励ましはありがたいが、このせいでお腹の赤ちゃんに何か影響があったんじゃないかと気が気ではなかった。無意識にお腹に手を添えて、私はただただお腹の子の無事を祈った。一方、父と兄と対峙している彼らはというと、誰もが恐れる父のその目に睨まれ、萎縮していた。お前ら、うちの娘に手出してどうなるか分かってんだろうな。ミサトはうちの大事な家族だ。つまり、お前たちは俺たちを敵に回したってことでいいんだろう？いや、それは、その、ん？なんだ、はっきり言え。そんな態度に、父は、ますます苛立ちを表す。娘さんだと知りませんでしたので。そうです。知らなかったんです。その言葉に、今度は私が反撃を始めた。そんなはずない。嘘つかないで。私はあなたたちにもちゃんと父たちを呼ぶと言いましたよね。私が真実を言うと、彼らは顔を青くし始めた。え？お？だそうだが。いや、それはそうだったがな。ちょっと記憶が。俺は娘が嘘をついているのか、お前たちが嘘をついているのか、どっちだろうな。そう言って鋭い眼光で彼らを見つめる。ひぃ。それに怯える二人。その構図はまさに蛇に睨まれたカエルのようだった。そんな彼らに父と共に到着した兄も加勢し、じわじわと追い詰めていった。俺の妹に車でぶつかったんだよな。いや、その、あ、俺たちはぶつかられたと言いますか、そちらのお嬢さんがぶつかってきたので。俺の妹がわざとか？ひぃ。兄は弁明しようとする彼らをぎっと睨んでいる。俺たちが駐車場に止めていた車にそちらから来たんです。それじゃあ妹は妊娠してお腹も大きいのに、わざわざ自分から背中から車にぶつかりに行った、そう言いたいんだな。はい、そうです。本当か、ミサト。兄に先ほどの彼らの主張が正しいものか問われる。もちろんそんなわけがない。だって私は細心の注意を払って車が動かないことを何度も確認してから歩き出したのだから。全然違う、私はそんなことしてない。俺たちは何もしてねえっすよ。
私は何度も確認したわ。そんな証拠、どこにも。証拠ならある。え？そう告げて私は、スーパーが取り付けていた監視カメラを指さした。店の人に事情を話して見せてもらえば一発だと思うけど。どうせ、俺たちの車は映ってないはずです。彼らは父と兄に怯えながらも、まだ無実を主張していた。なら、確認しに行きましょう。私たちは店長に事情を説明し、録画を見せてもらうことに。やはりそこには、彼らの車も、私の姿もバッチリと映っていた。さて、これを見ても、まだ言い逃れするのか？お前たち。いや。その、これは、お前たち、俺たちに嘘をついて、美里に罪をかぶせようとしたんだな。いえ、そんなことは。じゃあ、なんだって言うんだ？その、これは、認識の違いと言いますか。認識の違い？ええ、俺たちはぶつかったとは思っていなくて、ですね。だからって、美里に罪をなすりつけるのは違うよな。はい。父と兄が正論で彼らを論破する。それに対し肩を内側に向け、萎縮したように縮こまる二人。そんな彼らに、父と兄は言葉を続けた。お前たち、なんか言うことあるよな。すみませんでした。大変、申し訳ございませんでした。それだけか？二度といたしません。そうだぞ、美里。うん。でも、それだけじゃ、私の気が収まらない。え？慰謝料、請求するから。そんな。こっちは破水して、救急車まで呼んだんだから、当然でしょ？ですが。むしろ、それで許してんだから、そのくらい払いなさいよ。でも、ぶつかっただけ、ですよね。はぁ？ぶつかっただけですって？救急車呼んでるのよ。緊急事態だってわからない？けど。それで、お腹の子にもしものことがあれば、慰謝料じゃ済まないから。あんたたちのこと、地の果てまで追いかけて、責任取らせるから。もちろん、組は追放になるかしらね。もしかしたら命はないかも。そんな、命だけはご勘弁を。知らないわよ。あんたたちの組長に頼みなさい。私には関係ないわ。お願いです。まだくたばりたくないんです。だから、何？あなたたちだって、私とお腹の子の命を奪おうとしてたのよ。そんな奴の願いなんか、私は聞きたくない。そこをなんとか、お慈悲を。あんたたちに慈悲なんてないわ。とにかく、あんたたちの命に関係なく、慰謝料は払ってもらうから。わかりました。慰謝料は払います。だから、組には黙っててください。じゃあ、私からは連絡しません。ありがとうございます。助かった。けど、覚悟しておきなさい。私はあんたたちのこと、すべて許したわけじゃないから。それはもちろん。俺たちにできることなら、何でもやります。罪も償いますから。そうして私は、彼らから慰謝料を支払うと約束を取り付けた。ちょうどそのタイミングで、救急車のサイレンが近づいてくる。ほら、美里、お待ちかねの救急車が来たようだぞ。そうだね。お腹の子もきっと大丈夫さ。うん、ありがとう。救急隊員に支えられ、担架に横になると、父たちがそばに来てくれた。こちらのことは任せなさい。美里はお腹の子のことだけを考えてろよ。あとは俺たちの出番だからな。ありがとう。頑張ってくるね。ああ、すぐに駆けつけるさ。じゃあ、コータ、よろしくな。はい、任せてください。私は救急車に乗り、夫に付き添われて病院へと向かった。一方その頃、現場に残った父と兄は、私たちが乗った救急車を見送り、彼らと話していた。さて、美里も病院に行って、一安心したことだし、ゆっくり俺たちと話そうか。これ以上何を話すと言うんですか？何って、
てめえらがしたことだろ。自分たちが一番分かってんじゃねえのか。何の話っすか。あくまでしらを切るつもりか。だから俺たちには何も心当たりすらないと。はい。おお。そう父がつぶやくと、兄は胸元からあるものを取り出した。それは。なんであなたが。それを見た彼らは驚き目を見開いている。これに見覚えがあるようだな。まさか。ああ、この界隈ではご法度の薬だ。そう言って薬を振る父。その目は鋭く彼らを射抜いている。それが俺たちと何の関係があるんですか。おいおい、しらばっくれるなよ。何の話ですか。俺たちには無関係です。無関係なもんか。これを売りさばいてたのはお前たちだろう。そんなことは。俺たちには何のことかさっぱり。まだ自白しない気か。いや、俺たちじゃ。こっちにはきっちりネタが上がってんだよ。でたらめ言わないでください。でたらめなわけあるか。てめえらが売りさばいたせいで、こっちにまで害が出てんだよ。へえ。てめえらが以前売りさばいた相手が、うちに押しかけてきたんだ。俺たちのせいで人生がめちゃくちゃだって騒ぎ立ててな。嘘だ。嘘じゃねえ。あれは幻覚幻聴が症状で出るからな。それでそいつは妻子に逃げられ、仕事は解雇だそうだ。そんな、まさか。他にもうちの島の奴らにも売りつけたよな。なんでそれを。当たり前だろ。島の状況は逐一情報が上がってくるんだよ。おかげで夜の店の方でも仕事できなくなった奴もいるんだが。どう落とし前つける気だ。けど俺たちは話を持ちかけただけです。買ったのはあいつらで。その言葉に父と兄は今まで抑えていた怒りを爆発させた。てめえら、いい加減にしろよ。ひい。俺たちの世界にも、俺たちのしきたりや情ってもんがあんだ。てめえのせいで、うちの組には損失が出てんだよ。損失ですか?ああ、てめえらのしのぎ以上のな。そんなにですか?うちの島の人間に手出してる自覚あんだろ?すみませんでした。曲がりなりにも組の人間なら、裏のやり方くらい覚えとけ、この野郎が。はい。俺たちにバレてねえとでも思ってたのか?いえ、そんなことは。申し訳ございませんでした。美里は慰謝料だけ請求してたが、うちの組としては、それだけじゃつまねえからな。そんな。大事な家族に手を出され、島の人間に手を出され、謝罪一つで許すわけねえだろ。金ならいくらでも払います。俺たちにできることなら何でもやりますから。だから組にだけは。そう言ってついには土下座をし始めた。だが父と兄はそれだけで許す気などなかった。悪いが、てめえらの組にもちゃんと連絡済みだ。それに今回の件も伝えてある。な、俺たち、おしまいだ。当たり前だろ。てめえらはうちの組の人間じゃねえ。組の問題は組の中で型をつけるのが筋だ。組に迷惑かけちまう。組に連絡したと聞き、途端に絶望したように落ち込む二人。それを分かってて、なんでそんなことした?それは。金がなくて。そんなことで、こんなしょうもないことしたっていうのか?組には金は借りれねえし。でも金のあてはなくて。だからってご法度くらいは知ってただろうが。それはもちろん知ってましたけど。はぁ、ヤクザは何やってもいいわけじゃねえ。ちゃんと順序も、仁義もあんだよ。わかったか?はい。すみませんでした。申し訳ございませんでした。
ようやく自分が犯したことの大きさを実感し、素直に謝罪をした二人。心から反省した姿に、父と兄の怒りも収まる。その時、後方から黒い服をまとった集団。中心には落ち着いた雰囲気のある男性が、父と兄の前まで来ると頭を下げた。ご迷惑をおかけし、申し訳ございませんでした。え？なんで若頭が。悪いな、東郷。いえ、うちの組の門が本当に面目ないです。その男性は、藤村組の若頭、藤村東郷と言い、若くしてその界隈でも優秀だと噂される人物であった。そんな彼が直々に父と兄に頭を下げていた。若頭が連絡を受けたんですか？いや、組長から俺は指示を受けてきたんだ。組長から？すでに組長まで事の顛末が伝わってしまっていることに、二人は怯えた。東郷も来たことだし、俺たちとしてもこいつらには聞きたいことも聞けた。娘のことも心配なんでな。悪いが、あとは組の問題だ。組のことは組の中で決めてもらうのがいいだろう。東郷、この場はお前に任せていいか？ええ、もちろん。じゃあ俺たちは退散するか。はい、改めて申し訳ございませんでした。私がきっちりと型をつけますので。ああ、頼む。はい、お疲れ様でございました。ああ、お疲れさん。若頭に怯える二人を任せ、父と兄は病院へと急いだ。その後、病院に到着し、即帝王切開となり早期出産となった。だが母子ともに健康で、異常もないため、経過観察することに。お疲れ様、美里。よく耐えたな。本当によく頑張ったな。偉いぞ。ありがとう、美里。俺を父親にしてくれて。うん、こちらこそありがとう。みんながいてくれたから頑張れた。美里も立派な母親だな。いっぱい可愛がってあげてね、おじいちゃん。ああ、もちろんだとも。これからが楽しみで仕方がないよ。夫のコータは無事に生まれたことに泣いて喜んでくれて、父と兄からも祝福とねぎらいの言葉をもらった。待ち望んだ初孫の誕生に、嬉しそうな父の笑顔を見て私もとても嬉しかった。それから数日後、藤村組の若頭の東郷が訪問してきた。改めて美里さん、この度は申し訳ございませんでした。これはうちの組からです。受け取ってください。え？うちの奴らが先日お約束させていただいた慰謝料です。そう言って包みを渡され、中を確認すると500万円が入っていた。それに私は驚き、そんな金額は受け取れないです。これはそちらの組のお金ですし。迷惑料と出産祝いも含めていますから。と言われてしまい、受け取ることに。わざとぶつかってきた彼らは組を辞めたらしいが、今どうなっているのかは誰も教えてくれなかった。けれどもあれ以来、藤村組とは好意にしており、新たなつながりができたことは良かったと思う。今では藤村組、若頭の東郷の息子と私の娘は大の仲良しとなった。未来の赤坂組と藤村組を担う二人の子供たちが中庭で遊ぶ姿を、私たち家族は微笑ましく思いながら眺めていた。いつまでもこんな日々が続きますように。その言葉にコータが優しく微笑んでうなずいてくれた。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。私の名前は堀内香織。中小企業で働いている28歳。幼なじみのサナから結婚の報告を受け、最近新しくできた居酒屋へ向かうことになった私たち。
しかし、その居酒屋は一度入ると逃げられないとんでもない居酒屋だったのだ。何これ、写真と全く違うんだけど。これはちょっとひどすぎるね。違うっていうレベルじゃない、もはや別物じゃん。予約していた個室へ案内され、生ビールと炙りトロをはじめとする刺身の盛り合わせを注文。しかし部屋に運ばれてきたのはどう見ても炙りトロではなくローストビーフだった。なんでローストビーフになってるの？私注文間違えた？いや、刺身の盛り合わせで注文履歴に入ってる。じゃあなんで？この店のホームページには新鮮で美味しい魚介類が食べられると記載されており、酒飲みで魚介類が大好きな私たちは提供される料理を楽しみにしていた。しかし運ばれてきたのは全く別物。その上、っていうかローストビーフなのは百歩譲って許すとしても、なんでこんなくすんだ色してるの？どこが新鮮なのよ。食材は新鮮とは言えないほどに色がくすみ、食べたいとは思えないものだった。そのため私たちは店員さんを呼ぶことに。はい、どうしました？呼ばれてやってきたのは柄の悪そうな 2,30 代の店員。あの、私たち刺身の盛り合わせを注文したんですけど、これ刺身じゃないですよね？はい。どう見たってローストビーフじゃないですか。注文通り刺身の盛り合わせを持ってきてもらえます？そう言ってローストビーフの盛り合わせを店員に突きつけた。しかし、これは刺身の盛り合わせですよ。は？ローストビーフに見えてるのは炙りトロです。メニューにもそう書いてあるでしょ。いや、これはどう見たって生魚じゃなくてローストビーフですよ。それに色味も悪いし、きちんと注文したものを持ってきてください。はあ、わかりました、わかりました、少々お待ちください。店員はそう面倒くさそうにつぶやき、ローストビーフの盛り合わせを持って部屋を出た。なんなのあの態度。まあまあ。そして10分後、店員が持ってきたのは写真と変わらない刺身の盛り合わせ。その後も料理を注文したが、写真と違う料理はそれ以降運ばれては来なかった。なぜ最初からきちんと注文されたものを持ってこなかったのか、この時は疑問に思ったが、これを皮切りにありえない事件が続出することになる。一悶着あったけど、まあまあ美味しかったね。じゃあ行こっか。ちょっと待って。すみません。頼んでいたもの持ってきてください。頼んでいたものって？実はサプライズでケーキを予約してるの。記念日のサプライズとしてケーキを用意してくれるサービスがあるらしくて、ホームページから予約しておいたんだ。結婚おめでとう。ありがとう、嬉しい。結婚祝いにサプライズケーキを用意していた私、きっと喜んでくれるはず、そう思って予約したのだが。ちょっと待って、何なのこれ。店員が持ってきたケーキを見た私たちは驚愕。私が予約していたケーキとはかけ離れたものだったのだ。クリームが溶けて崩れかけてるじゃん。イチゴも変色してるし。しかも何なのこのプレート。私が頼んだのは結婚祝いのケーキなのに、なんでプレートにはハッピーバースデーって書いてあるの？私は再度店員を呼びつけた。現れたのはさっきと同じ柄の悪い店員。今度は何ですか？これ一体どういうことですか？どういうこととは？写真と違うじゃないですか。またそれですか。あのね、お客さん、写真はあくまでも写真ですよ。どういう意味？メニューに載ってる料理の写真はいわばサンプルです。そのままのものが出てくるわけないじゃないですか。だとしても、これはさすがにありえないでしょう。あなたはこの写真とこれが同じものだって言うんですか？
おまけにプレートに書かれてるメッセージも違う。せっかくのお祝いが台無しです。すると店員は、そうですか、じゃあどうすればいいですか。どうすればって、言っておきますけど、何度作り直してもこれと同じものしか出せませんよ。それでもいいなら作り直しますけど。そう言い放った。そのあまりの態度に私はブチギレ、もういいです、帰ります、もうこんな店二度と来ない、お会計を。ケーキは食べずにそのまま店を出ることに。しかし店員が持ってきた伝票を見てさらに驚愕。なんと私たちの食事代が50万円になっていたのだ。は？ 50 万？なんなのこれ？ 50 万って一体どういうこと？どういうことって、お客様がお食事された金額ですよ。そんなわけないでしょ。ちょっと待って、お通し代2人で5万円って何ですか？他にも席代6万、19時以降料金4万、女性料金10万円？こんなの聞いてない。聞いてないって、これは店のホームページにも店内にも記載されてますよ。ほらここに。店員が指さしたのは壁に貼ってあるポスターの一番下、ものすごく小さい文字で記載されていた。こんな小さい文字見えるわけないじゃない。でも皆さん理解していただけていますよ。文句を言い出したのはお客さんたちだけです。なんですって？そもそも自分たちがきちんと注意書きを見てないのが悪いんでしょ。そっちの自業自得では。とにかくうちは50万円請求しますから、自分たちで食べたものはしっかり払ってくださいね。こんなの払えるわけがない。料理といい、値段といい、これじゃまるでぼったくりじゃない。私がそう言うと店員の態度が豹変。は、何を今さら。お前の言う通り、うちは SNS で注意喚起が出てる正真正銘のぼったくり居酒屋だよ。そんな店に来店したお前らの自業自得だろ。な、開き直るつもり？警察に通報してやるから。別に通報されてもこっちは痛くも痒くもない。うちの店の店員は全員が本物のヤクザだ。ヤクザ？だから警察に通報されたところでどうってことない。俺たちに怖いものは何もないんだよ。そんなことより自分たちが食ったものの金を支払ってもらえますか、お客様。まさかあれだけ食っておいて支払えないなんて言うわけじゃないよな。しっかり耳を揃えて支払うまで店から一歩も出さねえからな。店員が言うには、この店は SNS で注意喚起が出ているぼったくり居酒屋だったらしい。そしてこの店の店員全員がヤクザ。私たちのやりとりに他の店員たちもぞろぞろと部屋に集まり、私たちを脅した。ねえ、どうしたらいいの？ブルブルと体を震わせて怯えるサナ。大丈夫、なんとかなるから。なんとかなるだ。俺らが優しい店員さんに見えたのか？さっきも言ったよな、店員全員がヤクザだって。そんな俺たちに逆らおうなんて考えるんじゃねえぞ。二度と外の空気を吸えなくなるぞ。それが嫌だったら今すぐ50万円支払え。別の個室からもやめてくださいという悲鳴に近い声が聞こえてくる。私たちと同じように高額な料金を請求されているようだった。今思うとこの店舗のすべての席が個室になっているのは、料理やサービスの内容に疑問を持った客同士を結託させない、入り口を塞いで逃げ道をなくすという理由からなのだろう。でどうするんだ。ここで一生暮らすか、50万ポッチを支払ってお家に帰るか、さっさと決めろ。ヤクザ店員は私たちに支払いを迫った。だけど私は彼らがヤクザだという話を聞いて
あることを思いついたのだ。わかりました。50万円支払います。最初からそう素直に従えばいいんだよ。でもまさか50万になるとは思いもしていなかったので、私と彼女の手持ちを合わせても50万にはほど遠い。だからここに50万円を持ってきてくれる人に電話をかけさせてください。変なことを考えてるんじゃないよな。さっきも言ったが、俺たちに警察は通用しない。支払いをしてくれる人に連絡を入れると言いながら警察を呼んだって無駄だぞ。警察には連絡しません。携帯の画面を見せても構いません。私が呼ぶのは年の離れた兄です。するとその言葉を聞いたヤクザ店員は大爆笑。お兄ちゃんに助けを求めるってか。ああいいぞ。お前みたいなバカな妹を持った兄は大変だな。さっさとそのお兄ちゃんに電話をして50万円持ってきてもらえ。そうして私は彼らの前で兄に電話をかけた。もしもし、私だけど、居酒屋で50万円の請求をされて。うん、そうなの。私もサナも50万円なんて持ってないし、悪いけど今から言う居酒屋に50万円を持ってきてくれない？兄は私から事情を聞くと居酒屋へ向かうと返事をしてくれた。どうやら兄は私たちがいる居酒屋のすぐそばにいるらしく、10分ほどで到着するらしい。よかったな、優しいお兄ちゃんがいてくれて。まあ俺たちがヤクザだと知って逃げ出さなければいいけど。そう笑うヤクザ店員。しかしそれから10分後、彼は自分が言った言葉を後悔することになる。いらっしゃいませ。どうも。さっきうちの妹から金を持ってこいって電話が来たんだけど、うちの妹のところまで案内してもらえる？そこにやってきたのは、全身黒スーツで固めたいかにも怪しい集団。その先頭にいたのが私の兄だった。俺たちが何者かなんてどうだっていいだろう。そんなことよりも早く妹のところに案内しろ。妹と言いますと？ああ、妹は妹だろう。俺と同じ顔をした可愛い妹のところに案内しろって言ってんだよ。聞こえなかったのか？こいつ耳の中にゴミでも詰まってるんじゃないですかね。いいからさっさと組長の妹さんのところに案内しろ。組長ってまさか。あ、やっと来た、お兄ちゃん。店員とやりとりしている兄の声に気づいた私たちは兄たちのところに駆け寄った。すると私たちが兄に駆け寄っているのを見た店員は驚愕。真っ青な顔をしてフリーズしていた。実は私の兄はヤクザ。それもただのヤクザではなく。まったくお前ってやつは、ほら、言われた50万持ってきたぞ。新縁組の組長を足に使うなんて、香織さんぐらいっすよ。俺たち組員は恐れ多くて、そんなこと絶対にできません。当たり前だ。これは俺の妹だけの特権だからな。兄は、ここら辺では知らない人はいないと言われている組、新縁組の組長だ。そんなヤクザの集団が店にやってきたことで、店員たちは騒然。しかし、兄たちはそんな様子もお構いなし。サナの結婚祝いに居酒屋に行くという話は聞いてたが、こんな店で50万も一体何に使ったんだ？私にそう説明を促した。そのため、私は大げさに怯えた様子で兄たちにこう訴えたのだ。実は、これ、見てくれる？なんだこれ？さっき私たちがこの店で請求された金額。ただこの店で普通に食事してただけなのに、50万もの請求をされて。ちょっと待ってください。なんだこの請求は。料理以外にもお通し代や席代、さらには時間料金や性別料金だ。しかも各料金もありえない金額になってる。おい、
一体これはどういうことだ？は、はい？なんで料理以外にこんなにかかるんだって聞いてるんだよ。店の決まりで。決まり？誰がそんなふざけた決まりを作った？それは。すでに言葉を詰まらせるヤクザ店員。そんな彼に私は追い打ちをかけるように兄に泣きつきながらこう話した。せっかくのサナの結婚祝いでこの店を予約したのに、刺身の盛り合わせは変色したローストビーフだし、結婚祝いのサプライズケーキはぐっちゃぐちゃ。その上50万円払わないと店から出さないって。自分たちはヤクザだから警察に行っても無駄だって言い出して、サナも私も怖くてお兄ちゃんに助けを求めて電話をしたの。なんだと。すると兄はものすごい顔を捨て店員を睨みつけた。そう、兄は新縁組のヤクザの前に重度のシスコンなのだ。というのも私たちは幼い頃に両親を亡くし、母方の祖父母に育てられた。そのため年の離れた兄は私の親代わり。子供の頃から私が誰かに嫌がらせをされていると知ると、どこからともなく現れ。俺の妹に手を出すな。妹に手を出した奴は相手が誰だろうと許さない。覚悟しろよ。そう言っていつも私を守ってくれた。そしてそれは大人になった今も変わらない。そうか、お前も俺たちと同じヤクザだったのか。しかもこの店で働く店員全員が一体どこの組のヤクザだ。俺はここら辺では割と有名な組の組長なんだ。だから周辺の組の人間の顔は割と覚えてる方なんだが、お前らこいつらの顔見たことあるか？いやー、見たことないっすね。新しく入ったスタッパなんじゃないっすか？それともヤクザだと名乗って好き勝手やってるとんでもない野郎だったり。もし本当にそうだったとしたら大変なことになるな。で、どこの組のヤクザなんだ？それは別に言う必要は。言う必要がない。じゃあ反対に隠す必要もないだろう。何か隠さなくちゃいけない必要があるのか？いえ、そんなことは。じゃあさっさと名乗れ。水川組です。ほう、水川組か。全員が水川組の組員なのか？はい、そうだと思います。思います？まさか全員入ったばかりの下っ端なのか？そうです、下っ端なんです俺たち。だから新縁組の方々が俺たちの顔を知らないのは当然で。そうか、そういうことだったのか。なら決まりだな。はい？今から水川組に行く。なんで？当たり前だろ。水川組の組員がこんなところで一般人相手にありえない金額を請求してるんだから。それに被害者は俺の実の妹と幼馴染だ。この借りはしっかりと返さないとな。そうですか。わかりました。ではお気をつけて。何を言ってるんだお前。お前も一緒に行くんだよ。どうしてですか？お前がこの店の責任者なんだろ？違うのか？違いますよ。責任者は他に。ヤクザ店員は他の店員に目をやったが、全員彼と目を合わせないように目をそらした。お前ら。やっぱりお前がこの店の責任者なんじゃねえか。それならさっさと行くぞ。いや、俺は別に。お前、俺に逆らうつもりか？組長に逆らうなんて命知らずなやつっすね。おとなしく従った方が賢いやり方だと思いますけどね。で、どうするんだ？ついてくるのか、ついてこないのか。兄のあまりの迫力にヤクザ店員は兄たちについていくことに。じゃあ、あとは俺たちに任せろ。ありがとう、お兄ちゃん。本当にありがとう。別にお礼を言われるほどのことじゃない。とにかく組の者を一人ボディーガードとして残しておくから、お前らはこいつと一緒に早く家に帰れ。うん、わかった。もし何かあったらすぐに連絡してくれ。はい、かしこまりました。
ああ、それと言い忘れるところだった。サナ、結婚おめでとう。ありがとう。それじゃあ、あとはよろしく。そうして兄は数人の組員と共に涙目になっているヤクザ店員を連れて店を後にした。それから1時間ほど、車を走らせ到着したのは水川組の事務所。おい、着いたぞ。さっさと車から降りろ。本当に水川組に乗り込むんですか？ここまで来て何を今更？怖くなったのか？いえ。ヤクザ店員は兄たちに連れられ、水川組の組長と面会することになったそうだ。いや、悪いな。わざわざ出てきてもらうことになっちまって。新縁組の若き組長がうちの組に足を運んでくれたんだ。俺たちは喜んでお出迎えするさ。実は兄が組長をやっている新縁組と水川組は犬猿の仲、何度も抗争を繰り返していた。そのため新縁組が水川組に乗り込んできたと聞いた組員たちは、組長の一声ですぐに戦闘モードに入れるように鋭い眼光を兄たちに向けていた。それで今日は一体どういう用事でここまで来たんだ？俺たちとお茶会をするために来たわけじゃないんだろう？まさか。実はうちの妹が水川組の組員がやってる店でぼったくりにあってな。一体どういうつもりかと組長の話を聞きに来たんだよ。うちの組がぼったくり？一体何の話をしてるんだ？水川組が一般人からぼったくるために作った居酒屋があるだろう。そこの店で妹が。居酒屋？うちの組は一般人を対象とした店はやってない。それは本当の話なのか？因縁をつけるための嘘じゃないのか？嘘なわけがない。妹がぼったくりに会ってなかったら、こんな辛気臭い事務所に誰が好き好んで足を運ぶか。はあ、言ってくれるな。それじゃあそれなりの証拠があるんだろうな。うちの組が一般人相手にぼったくりをしてたっていう証拠が。その言葉に兄は連れてきたヤクザ店員を組長の前に差し出した。こいつが証拠だ。ぼったくり居酒屋の店員全員が水川組の下っ端だって話だった。全員連れてくるにはうちの車は小さい。だから店の代表としてこいつを連れてきた。すると水川組の組長はこう言い出したのだ。誰だお前は？こんな奴うちの組にはいない。その汚え面は見たこともないし、最近新しく入った下っ端もいない。お前一体どういうつもりだ？うちの組の名前を勝手に名乗るだなんて。いや。お前、水川組の組員じゃなかったのか？俺に嘘ついてたのか？ああ？どこの組のもんだ？真実を話せ！怯え切ったヤクザ店員は二組のヤクザに挟まれ絶体絶命。そして問い詰められた彼は、嘘です。何が嘘なんだ？ヤクザだって言ったこと嘘なんです。なんだと？ヤクザでもないくせにうちの組を語って好き勝手してたのかてめえ。一体どういうつもりだ？ヤクザだって名乗って一般人に言うことを聞かせてたんだろう。自分たちはヤクザだから金を払わないとどうなるかわからないぞと脅して。なんとヤクザ店員は水川組の組員どころかヤクザでもなかったことが判明したのだ。本当のことを言わないと痛い目に遭うぞ。無事にお家に帰ってベッドで眠りたいなら本当のことを話せ。すると店員は兄の言葉に怯え真実を語り出した。金がなかったんです。俺たち全員。全員ってあの店の店員全員か？はい。 SNS がきっかけで金がない者同士が集まってぼったくり居酒屋をやろうっていう話に。もともと俺があの場所で居酒屋をやってたことが発端で。それで。誰がヤクザを名乗ろうって言い出したんだ？みんなで決めた設定です。ヤクザだって名乗ればみんな怖がって金を出すと思ったので。
それに警察を呼ぶぞと言い出した客に警察を呼ばれない対策として、水川組を名乗った理由は、組の名前を聞かれるとは思ってなくて、その設定は考えていませんでした。とっさに聞かれて、俺が知ってる組の名前を。だけどまさか本当に水川組の事務所に連れて行かれるとは。水川組と名乗ったのはとっさのこと、その場しのぎの嘘だったらしい。しかし兄に連れられ水川組へ、自らがついた嘘で絶体絶命の淵に立たされることになったのだ。そうか、事情は分かった。よくもうちの組の名前を使ってくれたな。しかも敵対してる新縁組を連れてくるだなんて。俺も正直怪しいと思ったんだ。俺が新縁組の組長だと知らない水川組の組員なんて、本当に最近入ったスタッパかヤクザだと嘘をついた一般人かどちらかだと。でどうするよ水川組の組長さん。一応こいつはそっちの組を名乗ってたんだ。こいつをどうするのか決定権はそちらにある。そうだな、新縁組の組長さんはどう思う？こいつに大事な妹が騙されかけたんだろう。俺としては許すつもりはない。もしそちらが許すと言うなら、こっちで預かろう。二度と人を騙せないように教育してやる。そんな、真実を話したのに、騙したんですか？騙す。お前にだけは言われたくないな。お前が今までどれだけの人からいくら騙し取ったかは知らないが、その人たちの無念を俺たちが晴らしてやる。よし、決めた。今回ばかりは協力しよう。水川組と新縁組。普段はいがみ合ってる二組だが、今回は急戦だ。お互いの組を馬鹿にされたんだから、力を合わせてこいつに思い知らせてやろう。本物のヤクザがどれほどまで怖いものなのかを。ちょっと待ってくださいよ。十分に思い知らされましたから、もう二度とこんなことはしません。仲間たちも解放させて、店も畳みます。もちろん妹さんたちへ請求した50万もいりません。ですから、今回はどうか。二組の組長たちに土下座をして許しをこう提案。しかし彼らはヤクザだ。自分たちをコケにしてくれたこの男を許すはずがない。おい、こいつ拘束しろ。アイス。なあ、拘束って一体何をするつもりですか？警察に通報を。警察？呼びたければ自分で呼ぶことだな。だけどお前も言ってただろう。警察を呼んだところで、俺たちは痛くも痒くもない。それにお前はうちの組の組員なんだろ？ただの組員同士の戯れごときで警察が動くと思ってるのか？そんな、誰か助けてくれ、誰か！言っておくが、誰かに助けを求めようとしても無駄だぞ。でも、俺の声を聞いた誰かが助けてくれるかも。それはありえない話だ。ここに来るときに目にしただろ。水川組の事務所の周りには民家一つない。なぜだと思う？なぜって。お前みたいに悪さをした奴を懲らしめるとき、いろいろな音が周囲に聞こえないようにだよ。お前が気安くヤクザを名乗っていたことがどれだけ愚かだったのか、思い知らせてやる。覚悟しろよ。うわぁ！それから彼は二組のヤクザに制裁を受けたらしい。その内容について兄は、お前がする必要はない。これは俺らの世界の話だからな。だけどこれだけは言える。あいつはもう二度と人を騙すようなことはしないだろう。それほど痛い目にあったということだ。そう話していた。一方その頃、店に残された私たちはというと、他の店員たちが兄が置いていったヤクザの一人に怯えながら、他のお客さんたちに料金はいらないと伝え回っていた。ボスが組長に連れて行かれた状況で、客から金をぶんどろうとは思わなかったらしい。その後は雲の子を散らしたように全員逃げていった。自分は関係ないと言わんばかりに逃げていったね。あの人たちにお兄ちゃんたちみたいな仲間意識はないみたい。誰一人としてあの店員を助けに行こうという人もいなかったみたいだし。
まあ有名なヤクザの組長だと聞いたら助けになんていかないか。そして私たちはその後ボディーガードにそれぞれ送ってもらい帰路に着いた。しかし私たちもただ兄たちに守られて終わりでは気が済まなかったのだ。そんな私たちが何をしたかというと、まさか注意喚起が出てるとは知らず散々な目に。写真とは全く違う料理を提供され、しかも品質に重大な問題がありました。最終的には50万円という高額な請求をされて、支払わないと店から出さない、俺たちはヤクザなんだと脅されました。あの店で提供された料理の写真やレシート、脅された時にひっそりと録音していた音声を有名なインフルエンサーの配信で暴露したのだ。私たちが暴露した配信動画は瞬く間に SNS で広まり、しまいにはテレビのニュースでも取り上げられるほどの大事になった。そしてそれから数週間後、その炎上話も徐々に沈下しだした頃。それで結局あの店はどうなったの？まさか今も続けてるわけじゃないでしょ？あんな大事になったんだから誰も行く人もいないだろうし。この前用事があってあの店の前を通ることがあったんだけど、店の中は真っ暗でテナント募集の張り紙がされてたよ。多分潰れたんだと思う。それは私たちの SNS の影響から？それとも？まあお兄ちゃんたちの影響も多少はあるんじゃないかな。水川組で2組のヤクザたちから焼きを入れられた後、お兄ちゃんは彼の身柄を水川組に託したんだって。それから彼は消息不明。消息不明？お兄ちゃんが言うには今頃大海原のどこかで漁にでも出てるんじゃないかって話。それが本当の話なのかどうかはわからないけどね。だけど一つのぼったくり居酒屋を閉店に追い込めたのは本当に良かったと思う。あれから私も調べたけど、ぼったくりの店って結構どこにでもあるみたいなの。こうやって一つ一つぼったくる店がなくなっていって、私たちみたいに騙される人がいなくなることを祈るわ。そうね。そしてあんなことがあってから数ヶ月が経ち、私と兄はサナの結婚式に出席していた。あの小さかったサナがついに結婚か。二人目の妹が結婚していくみたいでなんだか複雑だな。相手はどんな人なんだろうか。いい人だといいが。何しんみりしてんのよ。そんな会話をしていると、ウェディングドレスを身にまとったサナが父親と共に入場。バージンロードを歩く綺麗な晴れ姿に私も兄も大号泣してしまった。するとその様子に気づいたサナが私たちに近寄ってきて、何その顔、さすが兄弟ね。全く同じ顔して泣いてるんだから。遠くからでも二人がどこにいるかすぐ分かった。もう泣くのが早いよ。そう言って笑った。だってあまりにも綺麗で。よかったなサナ、幸せになれよ。ありがとう。そしてサナは素敵な旦那さんの元へ向かっていった。いいな、結婚か。私もそろそろいい人見つけないと。そうだな、お前の結婚相手なら俺も見極めないと。なんでお兄ちゃんが私の結婚相手を見極めなきゃいけないのよ。そりゃ俺はお兄ちゃんだからな。まずはお前を大切に思ってくれる人が最低条件だ。それに加えて金持ちで背が高くて頭が良くて。それから兄はサナの結婚式の間、私の結婚相手の条件について永遠と語っていた。あの時みたいにいざとなったら頼りになる兄だが、この様子じゃいつまで経っても結婚できないかも。熱く語る兄を横目に私はそうつぶやいた。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。親の名前は平田優也、32歳。俺は仲がいいと言える友人が一人だけいる。そいつは俺のことをよく分かってくれているやつで、どんなことを俺が嫌がるのか、喜ぶのかということを理解してくれているようなやつだった。今日はそんな友人に誘われて高級クラブへと来た俺たち。話が盛り上がり楽しんでいると、急に若い女の子が寄ってきて
声をかけてきた。お兄さんたち楽しそうですね。楽しんでいるよ。珍しいな、女の子から話しかけてくるなんて。今日は友達と来る予定だったんですけど、ドタキャンされちゃって、そのまま帰るのもなーって。俺たちはその女の子と夢中で話していると、俺たちよりも年上の男が急に混ざってきた。お姉さん、かわいいじゃん。こんな奴らと話していても楽しくないっしょ。よかったら俺らと一緒にここを抜け出さねえか。なんだか見た感じからしてクソみたいなオーラを放っていますもんね。君、もっと男を見る目を持たないと、兄貴みたいないい男を。大蔵、言ってくれるじゃねえか。確かにこんな奴に比べれば俺の方がイケている気しかしないもんな。いや、私はせっかくここに来たんで、どこか行こうとは。こんな神器臭い奴らと一緒にいても楽しくないだろって言ってんの。俺らと一緒にいた方が楽しませてやれんだよ。それにこいつらあんまり金も持っていなさそうだし。てかキモいんだよな。可愛い女の子と話していながら鼻の下伸ばして。あんたもこういうやつには気をつけた方がいいんじゃない？この人たちは私から声かけたんです。なので放っておいてもらっても大丈夫です。私も今日はそんなに長居するつもりはなかったので、もうすぐしたら帰りますよ。帰っちゃうの？もったいない。俺と遊んだ方がいい経験になると思うよ。あんた、この子かなり嫌がっているのわからないんですか？言わせてもらいますけど、俺らのことをとやかく言う資格なんてないんじゃないですか？この子の様子を見て、そんなこともわからないんですから。なあ、てめえ、俺のことを舐めてんのかよ。俺に喧嘩を売って後悔するのはてめえらの方だぞ。まあ、俺はお前らがやり合いてって言うなら、全然相手してやるが。別に俺たちは喧嘩をしようとなんて思ってませんって。ただこの子が嫌がっているんで、止めに入っただけですよ。なあ、ゆうや。こんなの黙って見ていられねえよな。無理やり女の子を誘うのはどうかと思いますよ。相手が嫌がっているならなおさら。はあ、お前らやっぱり俺に指図しようって言うんだな。俺が誰かもわからずに、かわいそうな奴らだな。誰かもわからずにって、そりゃわかるわけないじゃないですか。俺たち初対面ですよ。ほんとら、気をつけた方がいいぜ。兄貴はヤクザの中でも幹部で、その中でも若頭でお偉いさんなんだよ。敵に回すと、あんたらの家族までどうにかなるってこともあり得るんだからな。ヤクザ、マジかよ。てかどうしてヤクザがこんなところで遊んでんだよ。友人は嫌がっている女の子を見て放っておけない様子だったのだが、相手がヤクザだと聞いて少しおとなしくなり始めた。君も兄貴の誘いを断るなんて、もう少し状況を把握した方がいいと思うよ。まあでも安心しなって、兄貴は従順な子には優しいってことは保証するから、君がおとなしくすることによってこの二人も痛い目に遭わずに済む。わかるよね、君はどうするべきか正解なのか。そんなこと言われても。俺があんたのことを買うって言ってやっているんだ。少しはありがたいと感謝した方がいいんじゃねえの。この世界には腐るほど女がいるっていうのに、その中であんたを選んでやっているんだからよ。言うことちゃんと聞いておけば、お小遣いだって用意してやるからよ。さすが兄貴、太っ腹。わかりました。ついていきますから、
この人たちには何もしないであげてください。この人たちとは、さっきここでたまたま会っただけの関係で、特別深い関係とかじゃないですから。あんたの頼みってことなら、俺は聞いてやるしかねえな。お前も、こいつらには手を出すんじゃねえぞ。わかったな。はい。これで満足だろう。ってことで、そろそろ俺たちと行こうか。若頭は満足そうに女の子の肩に手を回し、少し強引に連れて行こうとしていた。俺たちを思ってついて行こうとする女の子だが、やはり乗り気ではなさそうで、俺は女の子の腕を掴んで止めに入った。てめえ、何してんだよ。今こいつの腕を掴むってことは、俺の邪魔をすることになるって分かっているんだろうな。分かっていますよ。でもさすがに、目の前で嫌がっている姿を見たのに、このまま見過ごすってわけにもいかないでしょ。あなたも、もう少し自分に見合った女性を選んではどうですか？そんなに女の子と遊びたいって言うなら、そういうお店に行けばいいだけの話なんですし。言ってくれるじゃねえか。だったら、こいつに選んでもらおうか。俺を選ぶのか、お前らを選ぶのか。それで納得できんだろ。あんたたちがこの子を脅したんだから、本音を言うわけないだろ。そんなこともわからないのかよ。私は大丈夫です。大丈夫ですから。実は私、キャバ嬢なんですよ。だからこういうことには慣れているっていうか。だから、無理に私を助けようなんて思わなくて、大丈夫ですよ。そんな無理に笑わなくても。ほら、こいつが大丈夫だって言っているんだから、それ以上ねえだろ。お前も賢い判断だと思うぜ。そうか、キャバ嬢か。だったら俺が、お前のことを育ててやろう。これでウィンウィンな関係になれるな。兄貴、こいつらあんまりにしつこかったんで、ちょっと懲らしめた方がいいんじゃないっすか。このまま兄貴のことを舐められているなんて、俺許さないっすよ。おう、それもそうだな。こいつがお前らに一度は忠告してやったっていうのに聞かなかったんだからな。そうだな。だったらここでの俺らの会計を支払っていただこうかね。いいっすね。俺も賛成っす。おい、こいつらに伝票を渡してやれ。そう言って、ニヤニヤしながら会計札を友人に押し付ける下っ端。友人はその伝票を見て、大きな声で驚いた。あ、100万、どんな飲み方をすればこんな会計になるんですか。こんなの払えません。ああ、ここは高級クラブだぞ。こんな会計くらい普通だろ。ってお前ら、そんなことも知らずにここに遊びに来ていたのかよ。つべこべ言わず、これを支払ってとっとと帰りな。お前らにはもっと安っぽいクラブがお似合いだな。自分の支払いくらい自分で支払ったらどうなんですか。ヤクザの幹部だって言うなら、お金くらい持っているんでしょ。俺たちは払う気は一切ありませんので。俺は友人の持っている伝票を取り、若頭に押し返した。すると若頭は、そんな俺を見て顔を歪ませ、俺の首根っこを掴んできた。えらい生意気なやつなんだな。俺にそんな態度を取るなんて。このまま俺に殴られるの嫌だろ。黙って俺らの会計済ませろ。それとも、金木組に反抗でもすんのか。そうか。お前、金木組の人間だったんだな。あんたこそ、本家を敵に回すのか？本家？お前、本家がどういう意味か、ちゃんと分かって言ってんのかよ。俺は冗談とかそういうの嫌いなんだぜ。そうか。それは奇遇だな。俺も冗談なんてものは嫌いなんだよ。でもこれで、
俺が本気だってことがわかるんじゃねえのか。そう言って、俺はその場で帽子とメガネを取り投げ捨てた。すると若頭は、そんな俺の顔をまじまじと見始め、俺が何者かわかったのか、顔を引きつらせて後ずさっていった。まさか、あなただったとは。兄貴、急にどうしたんですか。なんだか顔が真っ青になっていますよ。こんなやつ兄貴だったらすぐに倒せますって。なんなら俺でも勝てそうな気がしますし。だってめちゃくちゃ弱そうじゃないっすか。とっととやっちゃって、この子と遊びに行きましょうよ。お前、それ以上は何も言うな。この人は俺らの本家である平田組の若頭、平田優也さんだぞ。お前、顔を見ただけでそんなこともわからないのか。本家ってまさか、そんなわけ。そんな人がどうしてここに。兄貴、もしかしてそんな冗談言って俺を騙そうとかって思っています。だったらもうそういうことはいいですからね。俺だって本家の幹部の人の顔くらい知っているんですから。お前が知っているって言っても平田組の組長くらいだろう。この人はその若頭で組長さんの息子さんだ。俺も数回しか顔を見たことねえんだから、お前くらいの下っ端は知らなくて当然だろうが、これはかなりまずい状況だぞ。俺、さっきまでの態度ですが、本当に申し訳ありませんでした。まさか、あなたのようなお方を相手にしているなんて思わず。帽子とメガネで、全くお顔もわからず、雰囲気も別人のようでしたので、この通りです。どうかさっきまでのことは、なかったことにしていただけないでしょうか。そう言って、俺に土下座をしてみせる若頭。すると後ろにいた下っ端も、焦りながら勢いよく、地面に頭をつけ始めた。申し訳ありませんでした。俺みたいな末端の組員が、あなたのような方に横暴な態度をとってしまい、それどころか、俺の方が強いだなんてバカなことを。あなたに勝てるなんて1ミリも思っていません。どうかお許しください。急に謝り始めるなんて、どういうことだ？何が起こったって言うんだよ。ゆうや、この人たちは、お前の知り合いだったってことか。てか、ゆうやがヤクザの組長の息子だなんて、俺聞いたことないんだけど。それは、俺に隠し事をしていたってことだよな。知り合いってほどでもないんだけど、ちょっとした関係でな。純太に隠していたわけではないって言えば嘘になるが、友人も女の子も若頭たちが土下座し始めた状況に唖然となっていたが、俺が極道の人間であるということに驚きを隠せない様子だった。許していただけますでしょうか。この通りちゃんと反省しております。そしてもう二度とこんなことがないように気をつけさせていただきますので。俺はな、弱いやつを的にするようなやつが一番嫌いなんだよ。特に女の子に手を出そうとするやつなんてとんでもないと思っている。俺も純太もお前らがこの子に話しかけてきた時に教えてやったよな。嫌がっているのがわからないのかって。お前らはそれでも自分がヤクザだからだとか言って脅し始めた挙句に、無理やりこの子に自分たちを選ばせようとした。それも俺たちをどうにかするぞって脅してな。それをいかにも自分たちを選んだみたいに言いやがって。ナンパなんてよくあることじゃないっすか。きっとこの子もこういうところに来ているってことはナンパに慣れていると思いますよ。それに俺たちは別にその子を傷つけようなんて思っていませんでしたし、ただ一緒に遊べたらいいなと思っていただけで。ほら、初めは少し嫌々でも遊んでいるうちに仲良くなるっていうこともあるじゃないですか。俺たちはそうやって女の子と仲良くさせてもらっているだけで。それはお前らが脅しているからだろ。これ以上嫌がっている様子を見せれば何されるかわからない。女の子はみんなそう思って
お前らの機嫌取りをしているんだよ。そんなこともわからないなんて、人の気持ちがわからない奴が若頭なんて慣れたものだな。それでもその子はキャバ嬢だからって言っていたじゃないですか。そういうことを仕事にしているってことで男にも慣れているって。俺たちにそうやって機嫌取りをしてお金をもらえるならいいと思うでしょう。これも臨時収入ってやつですよ。お金に勝るものなんてないんですからね。え、君もそう思ったから俺についてこようとしたんだよね。そうか。だったらこの子に本音を聞いてやろうじゃないか。君はどう思っている？こいつらはもう君に無理強いすることはできないから、安心して自分の気持ちを言っていいんだよ。私はお店ならボーイの人が守ってくれるから安心して働けますけど、プライベートとなると正直お金なんていらないからって思っていました。でも私のせいで他の人が怖い思いをするって思ったら断れなくて、私からあなたたちに話しかけてしまったばかりに巻き込んでしまったと思って。ちょっと、この状況で何本音を言ってんだよ。あんたがそんなことを言えば俺たちがどうなるかなんてわかるだろうが、もう少しオブラートに包んでだな。俺のことを少しはかわいそうと思ってくれてもいいんじゃないのか。若頭は女の子の話を遮るように邪魔をしようとしたために、俺が睨むとだんだん声を小さくさせ萎縮していった。そんな睨まないでくださいよ。あなたを怒らせてしまって俺も必死なんですよ。少しは悪あがきしたっていいじゃないですか。何が悪あがきだよ。こうなった時点でもうお前は終わってんだよ。この子も俺の想像通りの返答をしてくれているからな。お前らがやっていることはそういうことなんだよ。それに俺の首根っこを掴んで脅してきたよな。それも俺が弱いと思ってやったことなんじゃねえのかよ。こんな状況で言い訳するなんてとことん腐った奴らだな。兄貴は優しい人間です。あなたが思っているような人なんかじゃないです。俺がその証明ですよ。兄貴は俺みたいな奴を拾ってくれて、そばに置いておいてくれていて、今の俺がいるのは兄貴のおかげなんです。だから女の子を無理にナンパしたくらいで兄貴を悪者だなんて決めつけるのはどうかと思います。大蔵、お前ってやつはなんていいやつなんだ。俺は兄貴にいつも感謝していますから当然のことですよ。ですからこれから無理にナンパをしないことを条件に許していただけないでしょうか。俺も必ず守りますからね。え、あなたもそれで許してくれますよね。どうして俺が末端のお前なんかに指図されなくちゃいけねえんだよ。俺がお前らを許す条件、いや許すかどうかってこと自体も俺が決めることなんだけど、この子に許しを求めているが、俺に喧嘩を売ったことも忘れんじゃねえよ。それはもちろんそうなのですが、これは提案と言いますか、この子に許されたからといってあなたにも許されるなんて思っていませんよ。その後にちゃんと謝罪して許してもらおうと思っただけで、いや、俺はそんな誰でもできる謝罪なんかで許すなんて考えはこれっぽっちもねえよ。それと残念だが、お前の作り話ってこともお見通しなんだけど、よくもまあ平気で俺に嘘をつけたもんだな。そもそも本家の若頭である俺が傘下の組の幹部の情報を知らないわけがないってことくらいわからねえかな。わからないからありもしない話を並べたんだとは思うが、そんな感動話をして俺に同情してもらおうとかって思ったのかもしれねえが、こいつがクソみたいな人間であることくらい噂で聞いてんだよ。自分に従順なやつじゃないと可愛がらねえようなやつで、気に入らないとすぐに首を切り人生を潰すまでどん底に追い込むような人間、そんな卑劣なやつだってな。それはただの噂であって、
兄貴は本当にいい人なんです。そいつらは兄貴に逆恨みをしてそんなことを思っているだけで、この世界では上の立場の人間が言うことは絶対って暗黙の了解じゃないですか。それを守らずに兄貴を敵に回したそいつらが悪いのであって、俺も同じ若頭の立場だから言わせてもらうけどな、下のやつだろうと同じ組の人間であれば仲間なんだよ。仲間を大事にすることくらい若頭であるならできなくちゃいけねえだろうが。てかお前もこいつに何されるかわからねえから従順になっているだけじゃねえのか。本当はやりすぎだとかちょっと強引じゃないのかって心の奥底では思っているんだろう。それでも自分は捨てられたくない、少しでも強い人について這い上がりたいなんて気持ちからこいつの味方をしているだけだろうが。本当にいい下っ端を持ったもんだな。そんなことないですって、ただの噂なんですから、こいつがそれを証明してくれますってなあ太蔵。若頭は焦りながら下っ端に問いかけるも、下っ端は俺が言ったことが事実だったからか黙り込み、それ以上は何も言い返せなくなっていた。太蔵、どうして黙っているんだよ。さっきまでの勢いはどうした。俺がそんなやつじゃないって証明してくれよ。俺は組のために今まで動いてきただけで、組の秩序を乱すやつを追放していっただけの話ですよ。俺は次期組長の身として当然のことをしているだけと言いますか。お前の下っ端の表情を見ればわかるだろうが、俺が言っていることが正しいってことくらい。お前はそうやって自分を正当化しているだけで、旗から見ればただのエゴで自己中極まりないんだよ。太蔵、なんとか言ってくれよ。すみません、兄貴、俺は。若頭は下っ端に裏切られ、俺の顔を見ては首を横に振ってアピールをしていた。やはりお前のことはこれ以上野放しにはしておけないな。こうして俺に喧嘩を売ってきたのがお前の運命ってことだ。その運命を受け入れろ。そう言って俺はスマホを取り出し、金木組の組長へと連絡を入れた。金木さん、私平田組の若頭優也と申します。今あなたの組の若頭が私に喧嘩を売ってきたのですが、これはどういうことでしょうか。本家の人間であるお礼の敬意が足りていないというのは大きな問題ではありませんか。まさしがそんなことを。それは大変申し訳ありませんでした。私からまさしにはきつく言い聞かせますので。いやー、もうそのレベルの話じゃないんすよ。俺もプライドってものがありますからね。それにこいつはいい噂を聞かない。それは俺も組長も知っていることなんですよ。これを機にどうにかしないとと思って俺は組長さんに連絡を入れているのですが。どうにかですか。組長さんもわかっているんじゃないですか。こいつがやっていることがどれだけ横暴なことなのか。それを見過ごしている組長さんも組長さんだと私は思うのですが。私は何も。下っ端たちのことは任せておりましたので、確かに正氏が若頭に就任してからは組員たちの雰囲気がギスギスしているとは感じておりましたが、それも組としての成長の途中段階だなと思っておりまして。組長さんがそういうのであれば知らなかったってことでいいですが、それでもこのままってわけにはいかないので選んでもらっていいですかね。組の存続を取るか、こいつを若頭から引きずり下ろして下っ端へと降格させるか。組の存続って、もし正氏を切ることを選ばなければ組は潰されるということでしょうか。ですが若頭の候補が他におらず、今後の金木組は私がいなくなってしまった時を考えると。何言ってんですか。組長さんはまだまだ現役でしょうが、今若頭がいなくても数年もすればいい人材が見つかりますよ。いや、そうなるように組長さんが育て上げればいい話でしょう。
今俺が組長に伝えて金木組を潰されるよりよっぽどいいとは思いませんか？それはそうですが、だったら簡単なことでしょう。今からスピーカーで若頭と話をさせてあげますから、ご自分で伝えてくださいね。ではどうぞ。俺はそう言ってスマホをスピーカーに切り替え、若頭へと向けると、若頭は泣きそうな表情でスマホを見つめていた。組長、本当に申し訳ありませんでした。俺、お前はなんてことをしてくれたんだ。優也さんが優しかったから金木組を存続させてくれるものの、他の人だったらどうなっていたかわからないんだぞ。若頭という立場だって自覚がお前には足りなかったんじゃないのか。お前一人のせいで組を危機にさらすなんてな。変装していたせいで気づかなかったんですよ。優也さんも人が悪いんじゃないですか。俺がヤクザだって言った時に教えてくださっていれば、俺はここまですることもなかったんですよ。たった一度のミスじゃないですか。そんなにも俺一人を責めなくてもいいじゃないですか。何を甘ったれたことを言っているんだ。さっき優也さんが提案してくれたが、俺はもちろんお前を切ることを選ぶ。お前は今日限りで下っ端に降格。これからはまた初心に戻った気持ちで頑張るんだな。そんな、せっかくここまで這い上がってきたのに、どうしてそんな簡単に俺の努力を無駄にできるんですか。一番俺が頑張っている姿を見てきたのは組長じゃないですか。もう少し俺の気持ちを汲み取るとかってことをしてくれてもいいんじゃないですか。お前は、俺がお前一人をかばうがために組員たちに不安の思いをさせると思っているのか。どれだけ自分に価値があると思っているんだ。そんなことを思っているから他の組員を大切にできないんじゃないのか。ゆうやさんはそういうお前の考えを指摘しているってわからないのか。今回は降格で済んだだけ良かったと思ってちゃんと反省するんだな。わかりました。ゆうやさん、若頭から下っ端に降格することを受け入れます。それで今回の件は済ませていただけますでしょうか。いや、もう一つ条件がある。この子にお詫びとして1000万を支払え。1000万？ちょっとナンパしただけですよ。それで1000万はあんまりじゃないですか。組長さんは賢い方だっていうのに、あんた本当にバカなやつだな。この子はキャバ嬢なんだぞ。キャバクラに行けばキャバ嬢におさわりすることはご法度だってことくらい分かっているだろ。そんなマナーも知らないのかよ。それはキャバクラに行けばの話でしょう。今はプライベートで、あんたは都合のいい時だけプライベートだとかキャバ嬢だって言うよな。肩に手を回して連れて行こうとしておいて、よく言えたもんだ。それでも俺はもう若頭じゃなくなるっていうのに1000万だなんて、俺だってただの下っ端ですよ。そんな大金持っているわけないじゃないですか。もう勘弁してくださいよ。十分に反省してますから。こいつもこう言っているんです。せめてもう少し金額を下げていただくことはできないでしょうか。お前ら、おとなしくその金額を受け入れておけ。今回はこんなもので済んだんだぞ。本家の方に喧嘩を売るなんて行為、下手したら命がなかったかもしれないんだ。お前らはそのことを理解できていない。そんな、私、申し訳ないです。そんな金額をいただくなんて。この人たち、あなたの知り合いなんですよね。ちょっとまだどういう関係なのかって理解しきれてはいませんが、それなのに私だけいい思いをするのは。何言っているんですか。あなたはちゃんと怖い思いをしたじゃないですか。
いくらキャバ嬢で自分を商品にしているような仕事をしていても、知りもしない男に触れられて嫌じゃない女の人なんていないですよ。それに1000万っていう金額はこいつらのポケットマネーから出るお金なので、俺には何の関係もないし、俺の組に影響もありません。だから遠慮しないで今回は受け取っておけばいいんです。助けていただいたのにそんなことまで、ありがとうございます。わかったな。ちゃんと1000万用意しろ。それくらいの金お前だったら持っているだろう。用意できないってまだごねるのであれば、俺はそれなりにお前らの組にさせてもらうから覚悟しな。大丈夫です。私が責任を持ってこいつらにお金を支払わせますので。わかったな、まさし、タイゾウ。わかりました。はい。それでは組長さん、頼みましたよ。こうして若頭と下っ端二人は多額の借金を背負う上に今までの地位を失い、他の組員たちから白い目で見られ、雑な扱いを受け続けていくことになるのであった。女の子も無事に帰り、俺と友人の二人きりになったとき、友人は俺の顔色を伺いながら話をしてきた。なあ、聞いていいか？どうして俺にヤクザだってことを黙っていたんだよ。俺たちかなり長い付き合いじゃねえか。それなのに隠し事って何か訳があるんじゃないのか？純太が思っているようなことなんて一つもないよ。ただヤクザだなんて言ったらこの関係が終わってしまうと思ってな。友達がヤクザだなんて嫌だろ。なんだよ、そういうことかよ。ヤクザになった深いわけでもあるのかなって少し気にかけちゃったじゃねえか。俺は何年もお前のことを見てきたんだぞ。お前のことなら何でも知っていると言っても過言じゃないくらいにな。それなのにお前がヤクザってだけで俺がお前のことを嫌いになると思うか？ありえねえだろ。そうかな。だったらお前はどうなんだよ。俺がヤクザだったら俺と友達辞めるのか？お前もそんなこと気にしないだろ。それなのに俺は気にするとかって思うなんて本当にバカなやつだな。そうだよな。確かに俺が逆の立場だったら気にしないわな。いやごめん、変に気にしちゃって。そんなの俺たちらしくないよな。本当にそうだよ。これからはもう隠し事なんてやめろよな。お前が思っているより俺は大事な友達だって思っているんだからさ。俺は友人の優しい言葉が嬉しく、これからもこいつだけは大事にしようと心に誓うのであった。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。俺の名前は設楽良平、30歳のヤクザだ。兄の夏男がヤクザ組織の組長、設楽組と言われている。大学で経営を学んで組のフロント企業を任されている。表向きは普通のビジネスマンだろう。その夜は馴染みのスナックで酒を飲んでいた。ママのかすみさんと世間話をしていたのである。良平さんもすっかりパリッとしたビジネスマンね。最初お店に来た時は高校生だったのに。かすみママ、もう12年以上前の話だよ。高校生をスナックに連れてくる親父もどうかと思うけど。あの頃私はまだスナックのホステスだった。先代ママが病気で隠居して店を譲られる前。
懐かしいな。先代のママは元気？病気が回復してから故郷に戻って暮らしてるって聞いたよ。元気よ。たびたび連絡してるの。今地元の旅館のご主人と遅い結婚をしておかみさんしてる。そうなんだ。このスナックには俺も兄貴もお世話になってるから、親父の葬儀にも来てくれて。お父様、先代の組長さんは急逝したから衝撃だったわ。こわもてでたくましかった組長さんが。あんなに強かった親父が餅を喉に詰まらせ、去年60歳だ。突然すぎて組がパニックになった。構想じゃなくて町内の餅つき大会で命を落とすなんて、人の命って本当に儚いもんなのね。そうだね。幸い組は兄貴が無事に引き継いでるから、多分親父もあの世で餅食べて安心してる。夏夫さん、お兄様はお元気？組長を35歳で務めるのは大変でしょう。忙しいでしょうね。兄貴は親父に似て責任感が強くて慕われてるよ。貫禄があっていかにも組長って迫力だから。確かにお顔立ちは亡きお父様そっくりよね。兄弟でも夏夫さんと良平さんって似てないわ。兄貴は親父に似てて、俺は母さん似だから。ママ、ウイスキーおかわりで、ロックでお願い。和やかに、かすみママと酒を飲んで談笑していたら、店に客が入ってきた。不穏そうな感じの男性だ。おい、ママ、いつもので。ち、冴えないリーマンが嫌がる。生意気にウイスキーをロックかよ。あら、いらっしゃいませ、小田さん。お久しぶり。ボトルキープ、カルピス現役よね。ロックでいい？当然ロックだ。氷はいらない。ストローつけてくれ。つまみに、駄菓子盛り合わせ、スナック多め。え、カルピスをロック？薄めないで飲むの？ストロー付きで。駄菓子を魚にカルピスそのまま。あ、リマン、なんか文句あんのか？カルピスとマヨネーズは飲み物なんだ。よーく覚えとけ。カルピスもすごいけど、マヨネーズを直で飲んでるんですか？マヨネーズはサラダとかに。てめえ、ヤクザの小田に意見するのか？あのな、マヨネーズってのは大人の哺乳瓶なんだよ。やっぱ直接飲んでるんですか？確かに形は哺乳瓶に似てなくもないけど。リーマン、ウイスキーのロックで生きがるな。フガシを食ってカルピスロックが真のオシャンティだ。生きがってないです、大田さん。カルピスロックはお母さんに叱られる行動の鉄板ですから。30歳ならカルピスとマヨネーズを直飲みしても叱られない。大人になる醍醐味だろうが。お母さん、叱らなくなっても続けてたらお医者さんには叱られますよ。そのまま飲むなって。酒もタバコも薬もいらねえ。カルピスとマヨネーズ持ってきやがれ。カロリーハーフなら倍飲みやがれ。微妙に韻を踏まないでください。カロリーハーフを2倍飲んだら本末転倒。倍返しで胃もたれする。はい、お待たせしました。カルピスロックと駄菓子、締めはマヨネーズ唐揚げセットでいい？かすみママ、ここ定食屋になったの？マヨネーズと唐揚げセットなんて全然締めになってない。スナックもニーズに応えないとよ。小田さん、マヨネーズと唐揚げセットのご飯は大盛りでいい？もちろん大盛りで、バターも添えてくれ。マヨネーズとバターをブレンドして唐揚げは最高なんだよ。あの、大田さん、もう夜9時です。夜、炭水化物とタンパク質と脂肪を取ったら体に悪いです。うるせえ。帰省した時のお母さん見たく言うな。夜に高カロリーなもんを食べてこその大人だ。大人で解決しないで。食べ過ぎは命取りです。胃袋が悲鳴あげます。こんな食生活してると。
お前何も分かってねえな。俺は組長と杯を交わす時だってマヨネーズを希望した迷男。まあそれで杯を交わしてくれる組長さんもすごいわね。普通は絶対に怒られそうだけど。ライバルの設楽組は組長が凶悪だが、うちの組杯交わす時のドリンクは自由に選べるんだ。待って、カルピスは飲み物とします。でもマヨネーズは断じて違う、杯交わすものじゃない。そういうコレステロールが低いこと言うなよ、ヤサオが。悪玉コレステロールにビビってる弱者。微妙に失礼ですね。カルピス原液をストローで飲んでる人に弱者って呼ばれるのを心外ですから。生きがっても無駄。お前だって俺が隣で唐揚げとマヨで一杯やってたら食べたくなるぞ。夕食食べたのにじわじわと唐揚げが食べたくなってきた。誘惑に負ける。マヨネーズの唐揚げとマヨネーズから逃げるなんて不可能だ。ママ、このリーマンにもマヨネーズ唐揚げセットで。はーい、良平さん、あちらのお客様からよ。どうする、白米にバターもいっちゃう、こってり大盛り。かすみママ、マヨネーズとバターなんて夜遅く口にするもんじゃない。唐揚げはレモンとか添えて。おい、レモンなんて痩せるもん添えるなよ。胸に残り離れない濃いマヨネーズとバターを添えろ。マヨハラするのやめてください。でも見てると食べたくなってきた。かすみママ、マヨネーズとバター。はい、唐揚げ揚げたてよ。良平さん痩せてるから少しくらい食べても大丈夫。おかわりあるわよ。おいしい。夜に高カロリーを食べてる背徳感がうまさを引き立ててる。マヨネーズとバターが合う。そうだろ、喉が渇いたらカルピス飲めよ。薄めずにグビッと。マヨネーズも一気一気。うわ、お腹いっぱい。人生でマヨネーズを一気飲みする日が来るとは、食べたって感じがする。酒なんかじゃ味わえないうまさだろ。一回やると中毒だ。薬と違ってマヨはスーパーに売ってる。薬はお金がかかり体へのリスクも大きい。でもマヨネーズはどれだけ摂取しても犯罪じゃない。分かってきたな。薬を買う金があるならマヨネーズを買い占めろ。薬中毒者に言ってやりたい。ヤクザがお薬でなくてマヨネーズを啓蒙するの？肥満は増えても依存患者はゼロになるわね。まあまあ、薬でダメになるやつを見てて思ったんだ。薬ってのは真面目なやつが手を出す場合が多い。痩せるからとか流行りで手を出す若い子はいますよね。勉強のストレス解消にしちゃったり。俺は薬で潰れた若いやつに言ってるんだ。マヨネーズでなく薬に走った時点でお前は負けてる。そうね、ストレスで手を出したものが薬でなくマヨネーズだったらダメージは比較的少ないわ。マヨネーズは異表じゃない。脂肪が増えて太るだけで人生はバラ色。俺、墓前にマヨネーズを希望だ。あら、そう？じゃあ、小田さん、亡くなったら店のカウンターにマヨネーズ添える。追悼の意を込めて。まあまあ、カルピスも忘れずにな。実家の親にもお願いしてんだ。線香いらねえからマヨネーズって。棺に花じゃなくてマヨネーズ詰めればいいです。胃もたれして気持ち悪い。トイレ。こってり料理を食べ、話題も高カロリー。我慢できずトイレに走る際、小田の肩にドンと接触した。いって、骨が折れて動けねえよ。治療費と慰謝料で3000万用意しろ。マヨネーズとカルピス代。待って、トイレに行ってから兄貴に電話します。兄貴が払いに来ます。ママ、胃薬ちょうだい。え？お兄さんに知らせるの？
あらあら大変ね。とりあえず胃薬とお水を用意しておくから。ああ、リーマンの兄貴が来るのか。3000万なんて払えねえだろ。マヨネーズジョークなのに。小田さん、マヨネーズジョークの相手が悪い。リーマンに見える男性は下ら組の人なの。組長の弟さん。え、あの胃も体も貧弱な野郎の兄貴が。マジか、下ら組の身内にマヨハラしちまったぜ。下ら組の組長さんはいろいろとすごい人よ。弟が敵対ヤクザにマヨハラされたなんて知ったら。トイレから出てすっきりしたので俺は兄貴に連絡をした。兄貴はすぐスナックに来てくれる。ちょっと胃がやばいので兄貴に迎えに来てもらう。3000万も支払うので兄が耳を揃えて。マジか、3000万なんて寿司にマヨネーズをかけて飲み放題じゃねえか。贅沢で罰が当たる。あのこってりする発言やめて。寿司にマヨネーズかけてさらに飲むなんて気持ち悪すぎる。寿司は生の魚の味しかしねえじゃん。マヨがあると最高よ。豚骨ラーメンにもマヨネーズは必須だ。その魚の味を楽しむのが寿司だ。豚骨ラーメンにマヨネーズなんて味覚がおかしい。マヨハラ。下ら組の弟さんよ。納得できないならラーメン行こうぜ。豚の亡骸で背脂浮いてるラーメン。豚骨ラーメンを豚の亡骸とか言うな。また気持ち悪くなってきた。ママ、もう一回トイレ行く。はいはい。なんだかマヨネーズ構想になってきたわね。あら、夏夫さん来たのね。弟さんトイレよ。コレステロールの権化に負けそうになっていたら兄貴が来てくれた。兄貴は開口一番に言った。ああ、鶏の唐揚げの匂いだ。良平のやつ、内緒で食べていたのか。ママ、俺にも一人前プリーズで。え？はーい。ごめんね。弟さんはトイレで、マヨネーズ力に圧倒されて。小田さん、下ら組の組長さんよ。どうも、小田です。弟さんにマヨハラをしちまった。マヨネーズハラスメント、略してマヨハラや。マヨハラ、良平は小食なんだ。下ら組の組長の弟にマヨハラか。高カロリーな真似してくれるね。マヨハラが共通語なのがすごい。はい、夏夫さん、唐揚げセット。夜遅いけど、白米とバターいる？かすみママ、ご飯大盛りのバターてんこ盛りで頼むよ。マヨネーズ用にストローもつけてくれ。太めのな。なに？もう夜の10時半なのに、遺産で高カロリーな注文を。組長さん、あんたこなれてるな。小田さんだったか？甘いな。時間なんて気にしてるようじゃ痩せ組だ。負け組と同じよ。無理に高カロリーなセリフを吐くなよ。贅肉ゆとり世代が。これ食べてデザートにラーメン食おうぜ。いいよ、行きつけのラーメン屋がある。動物の遺体を煮込んでドロドロで油浮いてて最高だぞ。ねえ組長さん、高カロリー対決より弟さんよ。3000万、小田さんと接触して要求されてる。まあまあ、あれはほんのマヨネーズジョークだ。カツアゲじゃない。カツアゲするなら唐揚げ食うね。俺はうまいこと言うね。座布団1枚。でも座布団ないからアタッシュケース1個。3000万入ってる。あら、用意してきたの夏夫さん。用意する前に組長の権限で黙らせるとか考えなかった？まあまあ、良平がスナックで喧嘩して3000万必要って連絡してきた。兄貴なら支払うのは当然。律儀な兄貴は3000万用意してきている。スナックで敵のヤクザと喧嘩したと伝えたのだ。はあ、すっきりした。兄貴、夜遅くにごめん。トイレ行くとき、小田さんの肩にぶつかっちゃって。良平、スナックで争い事を起こすなよ。
俺、夜ラーメンに行く途中、店がスープ切れになるだろうが。兄貴、夜遅くラーメンはやめろ。3000万用意してくれてありがたいけど、連日食べ過ぎだから。お前、頭はいいのに胃が軟弱だ。これ式で胃もたれなんて、天国の親父が知ったら号泣するぞ。この際だから言う。親父は餅を欲張って食べて亡くなった。食べ過ぎは寿命を奪うんだよ。親父の最後の言葉を覚えてるか。餅に飽きたからピザが食べたい。宅配が届いたのに親父は。兄貴、集中治療室に運ばれた親にピザを届けるな。届けに来たピザ屋のバイト、愕然としてた。逆に病院はピザ屋をよく入れたわね。命が危ない患者にピザが届いたらびっくりでしょ？ピザ屋の若造が泣いてたよ。あと1分早ければ臨終前に届けられたって。チップに1万あげた。そのピザ屋のバイトも変だけど、兄貴、ご臨終って医者が沈痛な顔してる前でピザ食うな。焼きたてでうまそうだったから、冷める前にピザは食った方がいいだろう、親父の代わりに。組長の訃報に組員は駆けつけたんだぞ。永眠してる親父のそばで、兄貴は普通にピザ食ってた。さすが凶悪な設楽組。先代は急逝したって聞いたが、裏で息子はピザ食ってたのか、しびれるね。組員たちは組長が急逝しても余裕でピザを食える俺に驚愕してた。若頭なんて号泣していたよ。若頭は看護師さんにピザを食べてる人を注意しろって怒られていたの。困って泣いていたんだ。葬儀の時の寿司もうまかったよな。親父を火葬場にぶち込んでる途中から楽しみだった寿司。わかるぜ組長さん、葬儀の後の寿司って絶品だよな。あれ食べるためだけに葬儀参列してる。高カロリーと高カロリーが意気投合しだした。敵ヤクザ相手なら兄貴も怒鳴り込むと思ったのに。良平さん、親の臨終にピザ食べて味わってる人よ。ラーメンついでに3000万持ってきてる。3000万渡して自分は夜ラーメン行く気だ。冗談でも弟がカツアゲされたのに示談にしてる。ラーメン前、唐揚げセットを完食してる。マヨネーズもストローで飲んでるわ。夏夫さん、相変わらずね。兄貴、タピオカドリンク飲むときみたいな太いストローでマヨネーズを飲むな。胸焼けする。喉越し最高。小田さんよ、3000万やる。締めにラーメン食おうぜ。あ、スープ切れの連絡が。組長さん、3000万いらねえから俺の行きつけラーメン屋に行かないか。サービスで替え玉無料。いいね。じゃあ良平、俺たちラーメン屋に行ってくる。小田さん、ラーメンに背脂多めってできる？おや兄貴、3000万どうするんだよ。敵組織同士でラーメンに行くな。組で問題になる。良平、ヤクザなら覚えとけ。ラーメンに敵も味方もねえんだよ。コレステロールが下がる発言すんなや。兄貴と小田さんは仲良くラーメン屋へと行ってしまった。残された俺に霞ママは言ったのだ。店のコレステロール値がやっと下がった。良平さん、悪いけど3人分の飲み食い代全額払ってね。はい、じゃあ3000万あるからここから払うよ。まったく、なんでカツアゲ男の分まで払うんだ。まあまあ、敵組織と歩み寄れたならいいんじゃない。マヨネーズ講和条約を締結させればいいのよ。歴史の授業で習いそうな条約を言わないで。え、マヨネーズ大ジョッキってどういう単位だよ。定食をスナックで出そうかしら。唐揚げ定食とかカツ揚げ定食とか、マヨネーズかけ放題で。美味しいけど、マヨネーズをかけ放題にしたら小田さんと兄貴は無限にかける。マヨネーズ破産だ。組同士和解したのでヤクザの小競り合いは減った。若頭は争いを消した兄貴を尊敬している。
もしもし、小田さん、今暇？借金の取り立てで玄関蹴ってるとこ。蹴ってお腹空いてない？兄貴、取り立てで玄関蹴る行為をサッカー見たく言わないで。小田さんは仕事中だろ、取り立ての。カロリーハーフは黙ってろ。小田さん、いい店があるから行かない。マヨネーズ持ち込み自由だよ。マヨネーズ持ち込み自由って？兄貴、いい加減に食べ過ぎだぞ。親父の二の舞になるから控えろ。小田さん、じゃあ夕方、店の前で思いっきり玄関蹴ってお腹空かせといてね。はい、じゃあ後で。借金した人の玄関、サンドバッグにされてる。食べ放題、行きたいヤクザに取り立てられるのか。食べ放題？良平、俺とオダッチがそんな痩せてる連中の店に行くと思うか。舐めやがって。は？食べ放題じゃないの？別に舐めてないから。兄貴の言ってる意味がわからないんだよ。良平、食べ放題なんて小さい皿でチビチビ食べる、あんなんじゃ余計空腹になるってもんだ。ごめん、感覚がわからない。バイキングで空腹になるってどういうこと？食べ放題なのに。大抵のやつはバイキングで損してる。いや、損するよう店が仕組んでるんだ。ぼったくりと一緒だ。まあ料金に反してそこまで食べきれないけど、ぼったくりってことはないと思うよ兄貴。食べ放題の店に俺とオダッチが行けば出禁にされる。痩せてる連中の分まで食っちゃうから。ああ、兄貴、子供の頃わんこそばの店の人に怒られてたね。そばを渡す女性からそばを奪って。そういうことだ。わんこそばの店員が呪いんだよ。ちまちませず鍋ごとよこせって話なんだ。母さん、年中学校に呼び出されてたよ。兄貴が学校でカツアゲするから。同級生のお弁当を持参した弁当なんて朝のホームルームには完食してる。席が隣だった若林の弁当がうまそうでな。朝ごはんは食べてるのに朝礼前に早弁するな。母さん、若林くんの親御さんに平謝りだったから。若林の弁当が最高でな。クリームコロッケが絶品よ。消しゴム貸す代わりに弁当を要求していた。消しゴムの代償が大きい。で、小田さんと何を食べに行くんだ？がっつりしたラーメンとか？違う。組の若いもんが教えてくれたパンケーキの専門店。女子に人気で行列ができてるとこだよ。え？女子とカップル連れしか来ない店に30代のヤクザ2人で行くのか？マヨネーズ持参で。マヨネーズ持参で。両辺も行くか？マヨネーズ持参で割引だぞ。パンケーキのトッピングは自由だ。行かない。マヨネーズ持参で割引って店も正気か？兄貴、腹八分目って考えろよ。パンケーキでも。おお、上がってるよ。パンケーキに生クリームとチョコレートとメープルシロップとマヨネーズを添える。兄貴は意気揚々とパンケーキを食べに行った。これが存命の兄貴との最後の会話になるなんて。本当に人の命ってわからないものね。まさか二人がパンケーキ屋さんで最後を迎えるなんて。うん、パンケーキ屋に大型トラックが突っ込むなんて。食べることに夢中で逃げ遅れたんだ。亡くなった人が夏夫さんと小田さんだけって。最後までマヨネーズを離さず。悲劇よ、ほんと。親父が急逝して兄貴まで。組は大混乱だよ。その流れで俺が組長にされそうだ。若頭がいるのに。良平さんは次男だからね。設楽組が動揺してるんなら組長を襲名するしかないんじゃない？小田さんの組もリアクションに困ってる。パンケーキ屋でヤクザが犠牲になるなんて想定外だ。葬儀もね、組の人たちの困惑が私にも分かった。どんな顔で参列していいか分からない様子。葬儀を取り仕切った俺だって分からなかった。弔辞にしても言葉に迷うよ。哀悼したいのに。
先代のママに報告したら悲しんでた。パンケーキ店で最後を迎えたって言ったら泣いてたわよ。母さんも長男を失って沈んでる。こんなことならダイエットしろなんて叱らなければって。辛いでしょうね。小田さんのご家族はカルピスとマヨネーズを備えて泣いてたみたいよ。ママ、マヨネーズ唐揚げセットとカルピスを3人前で。兄貴と小田さんを忍んで全部食べるから。気を落とさないでね。なんだか本当に寂しいわ。夏夫さんも小田さんもすごくいい人だったから。組長の座は俺が引き継いでいる。別組織にパンケーキで兄貴を失った人と言われるのが辛い。小田さんの組に挨拶に行ってきた。組長さんが泣きたいのか笑いたいのか微妙な顔だったよ。親父と兄の遺影が並んでいる前で報告していると急にスマホが鳴った。かすみママからである。もしもし、かすみママ、どうしたの？え、スナックにすぐ来てくれ？一体何があったんだ？普段冷静なかすみママが取り乱している。トラブルでもあったかとスナックに急いで向かった。かすみママ、何があった？客同士の喧嘩とか？まだ開店前だよね。本当にどうしたの？揉め事？それがね、店の準備をしていたら小田さんの組の人が来たの。生前小田さんが言い残していたって。小田さんが言い残したって何よ。わざわざスナックまで来るなんてよほどのことじゃ。小田さんの組の人、事故の日借金の取り立てに行ったの。取り立て中小田さんに連絡があった。ああ、兄貴が仕事中パンケーキに誘っていたから。思えば兄貴が連絡しなきゃ小田さんは助かった。ええ、皮肉よね。それは運命だから仕方ないけど、組の人が気になることを耳にしたそうなの。気になること？俺も兄貴の通話を聞いていたけど、普通に二人で食事に行こう的な内容だった。通話を切った後、小田さんは仲間に言ったらしいわ。設楽組の組長と3000万の取引をする。え、そんな取引は聞いてないよ。パンケーキ屋で3000万の取引？何かの間違いだろ、絶対。カツアゲの件は解決してるから違和感があった。でも小田さんの仲間は確かに聞いたって。3000万でも組長が別組織のヤクザと取引するかな。取引する理由もわからない。個人に口なしよね。小田さんの仲間は取引の内容が気になるって。だからスナックに来たの。直接設楽組に問い合わせるのは遠慮したんだ。それでかすみママのとこに。見当もつかないな。仲間もお金が欲しいわけじゃないみたい。小田さんがすごく嬉しそうで心に引っかかるそうよ。兄貴と小田さんが内緒で取引していたのか？敵対していた組織との話だぞ。誰も話題に出さない。普通なら若頭さんに話すことよね。弟の良平さんにも言ってない。私も全然記憶がないのよ。気になってきた。ちょっと兄貴の遺品を調べてみるよ。何か約束の書きつけがあるかもだから。そうしてあげて。悪い取引ではないと思う。小田さんの仲間が言ったのよ。いい笑顔だったって。個人的な金銭取引なら組員には迂闊に話せない。俺は兄貴の遺品を徹底的に調べたのである。兄貴のスマホなら確認したよな。取引なんて内容はなかった。書面も見つからない。兄貴の部屋を調べても不明。小田さんの仲間の聞き間違い疑惑が浮上した。しかし衝撃の事実が。ん？これ秘密の日記か？何何？マヨネーズ専門店のコンセプト、薬物依存患者のための。3000万取引の概要が判明。兄貴と小田さんは薬物依存者が社会復帰する店を考えていた。薬物から抜け出すにはマヨネーズが一番。マヨネーズ沼にはまれば薬物依存は撲滅する。兄貴。
ヤクザが薬物依存者を救済する店を立案。3000万はマヨネーズ店への個人的投資であった。小田さん、マヨネーズと薬物の話をスナックでしてた。あれマジだったのか？兄貴賛同した？二人ともお亡くなりなので無限となった。ヤクザが言葉巧みに薬を売り、心身を壊す人がいる。資金源だから仕方ないが、罪悪感はあったんだな。それでこんなマヨ専門店を考えていたんだ。ヤクザも人だ。他人の人生を壊す行為に罪の意識を感じない奴は多い。でも気にする奴もいる。兄貴も小田さんも気にするタイプだったんだな。他人の人生を食うことに関して大食いでも。俺は日記を見てしばし考えた。手がかりなしで終わらすことはできる。でも亡き兄貴の願いだ。ここは小田さんの組の組長に相談だな。うちの若頭にも。組長なら先代の意思を無視できない。若頭に打ち明けて兄貴の意思を伝えた。若頭は号泣しながら兄貴の義理堅さに感激している。兄貴と小田さんの夢を設楽組は実現したい。だが小田さんの組の組長はどう反応するのか。そういうわけで今日は向こうの組長に全部話してきた。組長はキョトンとしてた。当然だけど。そうね、奇妙奇てれつな話だもの。小田さんの組の人も冗談って思うはずよ。薬売ってる側だし。組長も事故の責任なら追及しないって。最初は落とし前をつけに来たって勘違いされたから。不慮の事故だから二人に責任はないけど、ヤクザ組織同士だと思うところはあるものね。うん、3000万をマヨネーズ専門店にって説明しても相手は意味不明はってリアクション。相手の組長さんの立場だと、設楽組の新組長が3000万持って急にどうしたって思うわよ。俺が逆の立場でも同じだ。は？以外言葉が見つからない。こいつふざけてんのかって誤解する。それで、話し合いはどうなったの？真面目に説明しても普通は取り合ってくれないでしょ？組長は俺と若頭がマジだから困惑してた。小田のために3000万もらう義理はないからって。まともなリアクションね。3000万をもらった後が怖いって深読みするわよ。絶対に警戒する。だから組長さんに言ったんだ。兄貴存命の頃、小田さんと激突して失礼した詫びをしたいって。ああ、マヨネーズジョークのことね。でも小田さん無傷だったし、本気でお金奪う気もなかった。向こうの組長も小田の軽口を本気にしないでって、3000万はもらえないって遠慮された。下手に別組織のヤクザに大金はもらえないから。なら3000万円は持って帰ってきたの？諦めかけていたら事務所に小田さんの仲間が来たんだ。経緯を説明したらすぐ納得してくれた。小田さんのマヨネーズキャラは定着してるのね。今までの話で納得する仲間がいるなんて。その組員が懸命に向こうの組長に話してた。そこでようやく3000万受け取ってくれたよ。まあ受け取ってくれたの？でも本当に依存患者の救済に使うのかしら？悪用されない？それも覚悟してる。あっちの組がどう対処するか任せる。とりあえず二人の約束は果たした。良平さんは立派な組長よ。本当なら無視してもいいのに、お兄様の意思を尊重したんだもの。ヤクザも見果てぬ夢。偽善的でも薬売った側が救いの手を差し伸べる道。無理な話だけどな。3000万がマヨネーズ専門店じゃなくてもいい方向に使われたら二人も救われると思うわ。組長として多忙だった。3000万を渡して1年が経った。兄貴の命日が近づいた日のことだ。若頭、会食の相手は設楽組より大きな組織。勢いに飲まれず普段通りにしろ。でも隙は見せるな。勢力拡大のために大きな組織と同盟の会食だった。車で移動中に
若頭が急に声を上げたのだ。若頭、どうした？え、車を止めてくれ。無理だよ、会食に遅刻はできない。相手が相手だから。しかし若頭は絶対に車を停車して戻ってくれと懇願する。不審なことでもあるのかと思った。会食に遅れたら面倒だな。え、こっち来てくれ。この店に問題でもあるの？は？マヨ専門店？店の看板にマヨネーズの店とある。新しい建物だ。店の名前を目にした瞬間、俺は笑ってしまった。英雄マヨネーズ、ここって本当に作ったのか？え、2時間マヨ飲み放題？客が入ってる。こんな店を築くのは小田さんがいたヤクザ組織だけだ。英雄マヨネーズって命名した人誰？マヨネーズソムリエ常駐？そんなソムリエがいるの？すごく気になる。チラシを持っていこう。入店したいが客が並んでいる。会食もあるので若頭と車に戻った。今度改めて店に来てみよう。かすみママに報告しよう。若頭、今度会食あったらここ予約して。え、自販機でマヨネーズ買った？若頭は自販機のマヨネーズをグビッと飲んでいる。自販機でマヨネーズは売っても大丈夫なのか？会食でマヨネーズ専門店の話をしたら盛り上がった。マヨネーズ同盟は無事結ばれたのである。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。